タミル・ナード州の行政区分。十二の場所が、ティルチラーパリ県ティルチラーパリ県は、インド南部のタミル・ナード州に属する三十の県の、一つ。県庁所在地はティルチラーパリ。ティルチラーパリ県とも呼ばれる。二千一年の国勢調査では、面積四千五百十一平方キロメートル、人口二百四十一万八千三百六十六人、人口密度は五百三十六人。 平方キロメートル。北は、セーラム県、北東は、ペランバルール県、東は、タンジャーブール県、南東は、プドゥッコータイ県、南は、シバガンガイ県とマドゥライ県、南西は、ティンドゥカル県、西は、カルール県、北西は、ナーマッカル県に接する。本県は、タミル・ナード州の真ん中にあって、このように多くの県に接し、道路や鉄道、河川などが集まる。 交通の要衝である。河川の中でも県北部をタイガ・カーベイリ側が横切る。県庁所在地のティルチラーパリは略してティルチとも呼ばれる。1968年のタミル・ナード州発足以前のイギリス領インド帝国マドラスカンク時代から存在する。マドラスカンク時代はトリチノポリ県という英語名が正式名称であった。 1974年1月14日、南東部がタンジャーブール県の一部と合併して、プドゥッコ大県として分立。1995年11月1日には、西部がカルール県、北部がペランバルール県として分立した。ティルチラーパリ県は以下の8つの郡に区分けされている。ティルチラーパリ県は以下の14の区に区分けされている。 ありがとうございます。